ここ宇宙開発センターでは科学の粋を集め完成した宇宙輸送ロケットコスモノアの打ち上げが迫っていた。旅立つのはカブラヤ諸島に保護される怪獣たち。彼らは SRC の計画のもと広大な宇宙に新天地を築く。人間はその生態系には極力干渉せず、怪獣たちと共生する方法を模索していくのだ。その壮大なプランの実現はどんな苦難にも夢を諦めなかった一人の青年が起こした奇跡だった。コスモス、君のおかげでここまで来れた。朝っぱらから何黄昏れてんだよ。よっ、吹雪隊員。今はキャップだ、新生チームアイズのな。やりましたね、吹雪キャップ。ユートピア計画か。ついにお前の夢が実現するな。流星ジランも怪獣たちが生活できる環境まで復興しました。来週には何頭かが地球を出発します。信じれば夢は叶うか、このフレーズな。やっと俺も最近胸張って言えるようになったよ。吹雪さんで、今日はどうする？久々の休みだろう。カブラヤ諸島に、リドリアスも最初にロケットに乗る予定ですから、しばらく会えなくなる前に。リドリアスだけか？え？とぼけんなよお前。他にいるだろ、一番会いたいやつが。ちょ、吹雪さん、それ誤解ですよ。照れんなって。たまにしか会えないんだろ、優しくしてやれよ。はい。あるの武蔵。なぜコスモスはお前と同化した？鹿島か。どうした？キャップ、妙な電波をキャッチしました。電波？はい。リーダー。今、随時翻訳にかけていますが、リセットや消滅といった文字が。消滅？上空に未確認物体接近。
君は一体誰だ？ジャスティス。え？コスモス、僕も戦う。君が教えてくれた大きな夢を守るために。夢？
なしコスモス立て。立てコスモス武蔵。センターを謎の巨大ロボットが襲撃し、怪獣輸送用ロケットコスモノア全てを破壊しました。巨大ロボットは宇宙開発センター上空に現れた。無駄なコスモスが死んだんだって。嘘だろ、コスモスが死んだんて。俺たち死んじゃうのかな。レフがなんとかするんでしょ。税金いっぱい取ってるんだし。でもウルトラマンがやらせてたんだぜ。勝てるわけねえか。リーダー、ジェルミナポートの更新不能、すべての宇宙ステーションに応答ありません。月基地火星基地も沈黙、宇宙に対するすべての情報機能が失われています。地球が孤立した。あの宇宙船の目的は何なんだ。キャップ、もう少し休まれた方が。大丈夫だ、すぐに各国首脳との対策会議もある。ですが、状況は俺自身の口から報告する。キャップ、電波の解読が終了しました。ただ内容がそのあまりに。地球全ての生物をリセット、つまり消滅させると。奴らの狙い。どうやってここに。私の会議に参加する。その方がデラシオンの意思はより正確に伝わるはずだ。デラシオンの意思だと。時間だ。不害者が一名紛れ込んでるようだが。ジャスティス、コスモスを倒したウルトラマンです。
SRC 代表大和田です。まずあなたがここへ来た目的は何です？地球人類にあらゆる抵抗が無駄であることを伝えに来た。無駄だと言ったろうよ。今から35時間後、この星の生命は全てリセットされる。专心专心し何一回事。言葉通り全ての生命を消滅させる。これは宇宙正義により下された最終決定事項である。宇宙正義？デラシオンは我々ウルトラマンと同じくこの宇宙の秩序を守っている。これはザ・エンドラ。人類をはじめ全生命を消滅させる惑星改造兵器。一体何の理由でデラシオンはこの地球を予測したからだ。未来よ。未来？今から2000年後、地球は宇宙にとって有害な星となる。よって全てを消し去り生命の進化をやり直すのだ。コモン、セッテンクロヤブル。Vous n'avez pas le droit de décider quelque chose comme ça。人間もシロアリが家を食い荒らす前に駆除するはずだ。貴様、人間とシロアリを一緒にする気か。宇宙の視点で見れば大差はない。対話は私たちに話し合う余地は。 We will fight. Intergalactic justice has nothing to do with it. We will fight them with every weapon that we have. That's justice for our Earth. Yes, sir.各国軍事衛星所定ポジションへ移動中。アメリカ軍、ロシア軍弾道ミサイル攻撃目標に向け軌道計算を始めました。アメリカ原子力潜水艦 SSU-78 攻撃目標直下航行中。太陽系内に侵入した巨大破壊兵器の状況は。約16時間で衛星レーダーの射程内に入ります。宇宙船のその後の動きは。依然太平洋上空に停止したままです。分析の結果、宇宙船に生体反応は検知されません。つまり無人ってわけか。はい。しゃ、俺がテックライガーで粉砕してやる。待て、チームアイズは攻撃部隊ではない。じゃあどうすれば。デラシオンだ。デラシオンに人類からのメッセージを伝えるんだ。確かに例の特殊電波のサイクルをたどれば可能ですが。でも総攻撃までもう時間が。それに相手に対話する意思がないとしたら。信じるんだ。たとえわずかな希望だとしても、奴がいればきっと同じことを言うだろう。きっとまた会えるよね。おーい、あやま、あやま、ヒューラーキャップ、シナブリーダー、土井垣隊も。心配するな、やろ。みんな気持ちはあなたと一緒よ。武蔵が簡単に死ぬわけない。絶対に生きてるって。ですよね。あの、俺たちの手で武蔵を探すんだ。はい。
モスやられてドッグアー最終兵器を見込まれてコスモスコスパリティのパーセジェネベッポー世界がデッポー一撃宗教ガッポガッポ最強最悪のウルトラファンタスティックダスティックダスティック笑い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 全て終わりが笑い止まっては同じ過ちを繰り返すわけにはいかない。優しい人だから。これ、私とコスモスからのお礼。じゃあまたね。コスモス、さっきはなんで先行っちゃったの？もう行ったらダメだからね。コスモス、行くよ。優しい人だから。害虫は害虫か。なんだどこの野郎。何もさとすんだ。やっちまえ。やめ。これが人間の本性だ。守る価値もない。全弾道ミサイルおよび衛星レーザー目標にロック終了。よし、攻撃目標ギガエンドラおよび太平洋上空の敵宇宙船三段地獄丸八丸丸。
どうだ、反応確認できたか。はい、わずかですがコスモスの生命エネルギー反応がこの辺りか。でもまだ探す範囲が広すぎるわ。しかしこれ以上絞り込むのは。 K ニュータウン、じゃああの森が武蔵とコスモスの出会った場所確かなの？武蔵に聞きました。この町外れにある森林公園で初めてコスモスと出会ったって。コスモスと初めて。生きてる、武蔵は生きてる。ジャスティス、君は以前コスモスと共にサンドロスの脅威から地球を守ってくれた。あの時私は人間のために戦ったのではない。サンドロスは多くの惑星を破壊した。だから倒した。宇宙正義に従ってか。そうだ、ジャスティスというもう一人のウルトラマンを初めて見た時、俺は確かに感じた。強さだけじゃない、コスモスと同じ優しさを。サンドロスも昔は人類とよく似ていた。え？夢や愛などという曖昧な感情を持った不完全な生命体だったのだ。武蔵、君をまた傷つけてしまった。いいんだ、これは僕が決めたことだから。強い力はさらに強い力を呼び寄せる。その争いに限りはない。本当なら戦いではない方法で。でもどんな争いにもきっと解決の方法が。アメリカ弾道ミサイル発射。ロシア弾道ミサイル、中国上空を通過。イギリス弾道ミサイル、カナダ上空を通過。人類はいずれサンドロスと同じように宇宙の破壊者となる危険な種子だ。たとえそれが事実でも人類にはまだ2000年の猶予が。猶予与えたさ。2000年前、サンドロスにな。だがそれは過ちだった。私も武蔵に出会い知った。人間の持つ可能性を、希望という言葉の素晴らしさを。コスモス、私はジャスティスにそれを伝えたかった。私は過ちを二度と繰り返しはしない。君は楽な道を選んでるだけだ。楽な道？コスモスも武蔵もどんな時でも最後まで希望を持ってた。奇跡を信じてた。奇跡か。だが現実には
跡など起きはしない。Directive below point. 3X. All stop. Descend to enemy craft. 8,000 feet. All nations ready for scheduled missile attack. 5 minutes to missile launch. Missile on standby. Missile 2 standby. キャップ、状況は着弾まであと1分です。デラションとの交信は？ダメです。全く応答がありません。10 seconds to missile launch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire! 着弾まであと10秒。ミサイルが効かないなんて信じられん。宇宙空間の攻撃結果は撃破したのか。移動速度に変化なし、健在です。直径500キロの小惑星すら粉砕する戦力が、かすり傷一つ忘れられないというのか。キャップ、大型宇宙船より複数のエネルギー体飛翔。あの時の巨大ロボットか。今受けた攻撃によりブローカーは判断した。人類の戦意そのものを消し去ること。人類はリセットされるしかないのかも。夏希、諦めるな。未来を、夢を信じることを放棄してしまったら、全てがそこで終わってしまう。俺の仲間たちが今、武蔵を、コスモスを探している。こっちだ。最後まで希望を捨てずに頑張っている。武蔵、最後の瞬間まで。チームアイス出動。了解。キャップ、あの、僕は引き続き更新を頼む。了解。
デラシオンの下した判断は間違っていない。そして私の判断も。ミニがここに。池山管理官、どうしても武蔵を探しに行かせろとせがまれまして。頼りない援軍ですが手伝わせてください。忍ぶリーダー、忍ぶさん、マリさん、武蔵のお母さんまで。どうしてここに。武蔵がいるとすればここしかないと思って。子供の頃からのあの子の思い出が詰まった場所ですから。距離3000、生体反応なし。無駄だ、奇跡などない。だとしても諦めはしない。あれはミドリアス。一体何が。ゴルメデ、キャップ、あれを。ドンロンがモルギヌスまで。コスモスに助けられた怪獣たちが地球の危機に。人間と逃げるんだ。犬より自分の命が大事なはずだ。いやだ、コスモスは、コスモスは大切な友達なの。お願い助けて、コスモス、コ
友達。ブローカー第二形態、これで怪獣たちに勝ち目は。大丈夫か？自分より子犬の命を。なぜだ？なぜどいつもこいつも。コスモス、よかったね、コスモス。お前がこの星を守ろうとした理由か。未来を信じた理由なのか。武蔵。
しい。テックライがケーススタンバイ。この子を病院に連れ去りすぐに出動。了解。最後まで望みを捨てるな。はい。宇宙船がロボットに。ここはジャスティスに任せるんだ。行くぞ。了解。マヤロー、本当に武蔵の声を聞いたのか。はい、確かに。それに光も。この砦の周辺は特に何度も探したわ。何度も。でも本当に本当に私、確かに武蔵はここにいる。シャウン、ジーン。大丈夫。シルビーは私たちの友達よ。あなたたちまで武蔵のために。武蔵は今降臨していく空間、つまり異次元にいる。異次元だから見ることも手で触れることもできない。見ることも触れることも。教えて、どうやったら武蔵を。思いだ。
武蔵に対する思いをエネルギーに変え送り込む。思いをエネルギーに。それが武蔵の命の光を蘇らせる唯一の方法。そしてそれができるのは武蔵のために集まったあなたたちだけです。デラシオン、返事をしてくれ。さあ、始めるよ。みんなは武蔵への思いを心の中に描いてください。武蔵にもらったたくさんのものを今度は私たちが彼に届ける。武蔵にもらったたくさんのもの。武蔵。大丈夫、すぐ帰ってくるよ。私はあなたのことが。なんだか急に目の前が暗くなっちゃったみたいでさ。コスモスからもらった光、それだけは消さないで。宇宙開発センターパイロット候補生の春野武蔵です。武蔵さん、逃げて。ギリギリまで頑張れよ。きっと奇跡だって起きる。人間を信じてみないか。こうすると互いの体温が伝わるだろう。地球ではこうやって敵意がないことを相手に伝えるんだ。蘇った。
ってたぞ武蔵。なぜ私を助ける？僕らはウルトラマンだから。全ての将来を勝負。心境だな。渡らない。デラシオンとの交信はまだか？まだです。あらゆる方法を試してますが全く応答がありません。分かった。キャップ、リセット予定時刻まで10分もありません。最後まで諦めるな。地球の未来が俺たちにかかってる。キャッ！ではないのか。キャップ、見てください。ジャスティス、これを止めることは破壊以外方法はない。
キャップ、ギガエンドラ。なぜ人間か。我々は間違っていたのか。溶けていく、ウルトラマンが溶けていく。ああ、もうダメだ。まだ一つだけ希望が。希望。もういい、武蔵、もう十分だ。無理だ、ジャスティス。もうやめるんだ。ウルトラマン、なぜそこまで人類を。の力が出会いしとき、その輝きの中で真の姿を現す。そうまでして
なぜ人類を救おうとする。伝説の戦士、ウルトラマンレジェンド。デラシオ、デラシオ、私は知ったのだ。ウルトラマンコスモスの信じたこの星の命たちよ。泣き、笑い、怒り、そして思いやる心を持つこの命たち、未来をも含め彼らは信ずるに足る存在だと。人類は決して愚かではない。必ずその火を正すことのできる存在だ。我らも信じよう、光の戦士たちを。そして人類から送られ続けたメッセージを。人類からのメッセージで、まさか。どうだ、甘いぞ。やめとこ。君にとって大事なものらしいから。おーい、おーい、武蔵、武蔵、綾乃、みんな、ジュリー、その味でまた地球を、僕の仲間たちを思い出してくれ。武蔵！綾乃！みんな！信じれば夢は叶う。ありがとう、武蔵。さようなら、武蔵。武蔵、よかった。君に会えるかな。熱い雲か
くして僕らの行方遮ってゆく顔を覆って泣き出しそうなそんな時でもいつも消えない希望の光雪の誇りがあるんだ What's that?